いやー、360度カメラ最高です。はい、どうもくです、本日はサンフランシスコのダウンタウンに来てます。で、今からそれ天気が悪かったんですけど、天気が良くなってきたのでゴールデンゲートブリッジに向かいたいと思います。まあ、例によってね、ウーバーに乗って行きたいと思います。基本的にカリフォルニア天気がいいんですけど、ちょっと今週ね、雨雲がすごいです。ちなみにウーバーに乗るときに、このスタバのね、強い Wi-Fi を使って、もちろんスタバで飲んで、スタバで強い Wi-Fi を拾って、その帰り際に乗るっていうね、それが結構おすすめです。来ました。はい、はいはい、グレートフォーユー。来ましたよ。うい、見えますか。いいね、いいね、いいね。もう少しね、もう少し近づいてから撮りたいと思います。5年前、6年前ぐらいかな。5年前か6年、まあいいや、5、6年前に一回来てるんですけど、その時すごい感動して、ちょっともう一回見たいなと思ってて、いやー、よかったよかった。ここかな。いいね。アメリカの国旗があって、ドーンと、うわー、いいね。これやばいね。ちょっとね、失敗だなと思ったのが、この魚眼レンズで来ちゃったので寄れないんですよ。距離は近いんですけど、魚眼で見ると結構距離があるっていう。これね、ちょっとiPhone に変えたいと思います。 iPhone だとこんな感じね。はい、ちょっとね、下の方に行ってみたいと思います。お、公園が、公園的なのがあります。いやー、いいね、いいね、いいね。こんな感じ。逆光かな、まあ、多分なんですけど、前に来た時はあの下ね、下に駐車場があって、多分あそこに行ったんだよね。あそこだった気がします、前に行った時は。で、今回はこの橋の上の方にいます。上の方っていうか、同じ高さ、橋と同じ高さのところにいます。こんな感じ。楽しいです。何があるわけでもないんですけど、ただ写真を撮りまくるってだけでね、すごい楽しい。今度は逆光でちょっと見えてないかもしれないけど、こっちのね、橋の上の方に行ってみたいと思います。いやー、最高です。超最高です。普通に観光で来てもいいし、まあ、特にカメラ好きの方とかね、ぜひ来て撮りまくってください。ちなみに360度カメラこんな感じで持ちながら歩いてたんですけど、完全にもう
キモいアジア人みたいな感じになってました。今回はね、この360度カメラを持ってるので、すごい面白いのが撮れるんじゃないかなと思ってます。さすがにね、こんなんね持ってね歩いてたらね、引くよね。まあいっか。ちなみに360度カメラこんな感じで撮影してます。ゴリラポットと自撮り棒をくっつけてこう立てる感じにして撮影しています。三脚持ってくるとすごい重たいので、自撮り棒はまあいつも持ってるじゃん。でゴリラポットもまあ大体持ってるので、この2つ組み合わせて三脚にして360度カメラを使うっていう、こんな感じで撮ってます。はい。いやー、360度カメラ楽しいっすね。リコーから出てるシーターです。シーター S っていうのかな。正直 2,3 枚撮ったらちょっと飽きるかなって思ったんですけど、もう10枚以上撮ったね。20枚はもう撮ってるし、これ多分今後どこ行っても持ってくと思う。軽いしね。自撮り棒とか使うとちょっとした空撮っぽくなるので、なんかこうドローン飛ばすのって結構大変なので、ドローンは飛ばせないけどちょっとなんか撮りたいって時に360度カメラプラス自撮り棒のセットがおすすめです。はい。全体図で見るとこんな感じです。今このね入り口のところにいて、さっきいたのがこのアメリカの国旗のところ、国旗のところと橋のところが同じ高さにあります。でこっから下に降りていくと、だんだんあのなんていうんですかね、見やすい場所、橋が見やすい場所に行けます。はい、という感じでサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジでした。ではまた、ボンボヤジュ、バイバイ。